カトリ吾ンが明かした、スマップは兄弟からビジネスパートナーを経て、再び家族へ、毎日連絡、中井雅宏への心境の変化。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。6月4日、新しい地図の冠番組、7.2新しい別の窓、72、ABEMA が放送。しかし、メンバーの稲の日頃を、 49が体調不良で番組を欠席することが当日発表された。この日の7人では冒頭から稲垣がおらず、香取慎吾、46は遅刻じゃないです。ゴロウちゃんは体調不良のためお休みです。草薙強し48は何だろうね。でもゴロチのことだからすぐに元気出してくれると思うんでね。心配はないと思うんですけど、などとコメント。 ファンを不安がらせないためだろう。二人で、ゴロチ、ゴロチー、と叫ぶなど、終始明るいノリでの報告となった。なお、6月5日放送の稲垣がパーソナリティを務めるラジオ番組、ザトラット、東京 FM も、稲垣は欠席となった。もっとも、同日に番組公式ツイッターは、会調も解放に向かっているとのことと報告しており、ファンを安堵させている。元スマップについては、中井雅宏さん。 50回2022年11月4日から今年1月14日にかけて体調不良で休養したこともありましたよね。それだけに、稲垣さんの体調不良が心配になったファンも多かったことでしょう。もちろんそれは、香取さんと草薙さんも同じだったでしょうね。そんな香取さんは近年、自分のことを、パーフェクトビジネスアイドルと評したり、新しい地図との関係性をビジネスパートナーと評したりすることも多い。 しかし、中江さんの件がそうですが、香取さんの根元には、やはり、スマップは家族と呼べるような、そんな思いの深さが現在までずっと続いていると感じられます。女性主編集者、香取は、中江と4月30日放送の、松もプーな海富士テレビ系で6年ぶりの再会を果たしている。大きな話題になった元スマップ2人の共演。その奇跡の再会が成立した理由に、 中井の活動休止中の2ヶ月間、毎日連絡していたという前提があったことを、6月4日に、朝日新聞デジタルのリレー連載、地図を広げてみて、香取は明かしていた。後輩の V6 岡田純一も心境に大きな変化が、そして香取は、中井との関係について、こう語っているのだ。出会った当時の子供の頃は、お兄さんと弟みたいな感じがあったと思うけど、 その後はビジネスパートナーの部分も大きかったように思います。みんなそれぞれろが分かれていって、今は一緒に仕事はしていない。しかし、その上で、でも、兄弟、家族みたいな名残はあるような気がしますね。と、コメントしている。松も2中井で中井と対面した際も、カトリはスマップ解散後の中井との関係について、違う方向に進むことになったので、っていう気持ちがあるのにちょくちょく連絡が来るんですよ。 ちょっとうざい、と、感じていたととろ。しかし、中井が体調を崩してからは、これはうざいっていうのとはわけが違う。ずっと一緒にやってきましたし、と、心境に変化が訪れたとのこと。中井くんが天の弱というか、大丈夫って言っても、大丈夫大丈夫って終わるのもわかっているんで、ちょっとでも会話できたらと思って、そう話し、2ヶ月間、毎日午後7時台にメールを送り続けてきたことを明かしていた。 芸能プロ関係者は話す。同じ、解散したジャニーズグループの末っ子に、元 V6 の岡田純一さん、42、がいますよね。岡田さんも、デビュー10周年の時期は V6 を、変な言い方をすれば他人と、学校へ行こう。TBS 系の中で語っていました。しかし、解散間際の2021年10月31日のコンサートでは、6人揃いの写真を、家族写真と話していて、 心境の変化がファンの間で話題になっていましたね。まだ遊びの延長だった少年期にグループを結成し、デビュー後にアイドルをビジネスとしてやりきる。そして、年を重ねて解散などの節目を迎えた時、改めて自分たちの関係性がビジネスパートナー以上の関係性だと実感する香取さんもそんな心境だったのかもしれませんね。純粋な家族ともドライなビジネスパートナーとも違う。 独特の関係性。カトリは、中井の休養時にそれを再認識したのかもしれない。スマップは、やはり、兄弟、家族のようなものだと。仲良し愛は伝わった、中井正宏かけるカトリシンを、6年ぶり再会で見せた、普遍の茶目系顔。カトリと中井の最後の共演は、2017年放送の、スマステーション。テレビ朝日系だった。いずれ草薙や稲垣、そして、共演 NG。 疑惑の強い木村拓也とも再会してほしいものである。